おはようございます。まあ今年もですね、もうシーズン終わりますけども、でもこの前ね、引退を発表されました西武ライオンズの松井稼頭央選手。はい、みんな大好きじゃないですか。みんな大好き、ね、まあ、あいつは性格いいからね。いや出てますよね、なんか本当に人柄が。体は丈夫だし、何事言わないし、でもね、やっぱり一緒に野球やんないとさ、なかなかわからない部分ってあるじゃないですか。そうですね。これアテネの時に松井稼頭央が予選の時代表だったんだよね。はい、松坂先発で相手が準日本っていうメンバーで、シチュエーション的には国歌斉唱があって君の名を聞いて、でポジションに呼ばれて飛んでいくという、うん、はい、近鉄時代の大村だったかな、はい、ショートゴロ打ったんだよ、エラクさんで。俺守備走塁コーチで全く動かないから、チェンジになって帰ってきて、稼頭央お前どうしたって言ったら、心には足がついてないっていうのはこのことなんですかねって、お前でも緊張すんのって言ったら、めちゃめちゃ緊張してます。へえー、だからトータル的に稼頭央のこと話すと、はい、やっぱ心配性、常になんかこう不安を抱えてる。だからそれと戦ってる、いやもう思いっきりガン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 行くようなタイプに見えるでしょ。そうですね。いやもう全然違う。野村監督が言うじゃない、やっぱマイナス思考から入れって。でプラスに転じた時にはどんどん行くけど、はい、プラス思考から失敗したらどんどん落ちていく、うん、もうまさしくマイナス思考から入っていく。今日打てるかなとかさ、うん、まあ、3割30本30盗塁した人間がさ、すごい普通にやっときゃ打てるでしょと思うんだけど、意外と神経質なの。ただやりだしたら思い切りがいいよ。あ、だから本気がいいというか。でなぜ本ちゃんアテネに行かなかったかっていうと、はい、翌年メジャーに行ったの。カズをショートやりながら下手くそだなと思ったことがあって、はい、あと人工芝で育ってるから直線的なんだよ、ボールに入り方が。まあこうやってボールがあるよね、はい、これに対して人がまっすぐ入ってこようとするんだよ、はい、カズの場合、はい、あのメジャー行くでしょって。やっぱ芝で、ね、不規則なバウンドで来るときに直線的にボールに出るよりもちょっと膨らみを持たせる、うん、そしたら距離感が合いやすいから、そういうことを言ったら豊さん、ちょっとノック打ってくれませんかって言うわけ。おお、もうスーパースターだよ。いやノック打つよりも転がすから手で、その方が入りやすいからって、まずそっからやってくださいよって。へえ、わざわざ芝のところ選んでやった。そういう思い出が。だから人工芝だったら直線的に入っても規則に来ないから、エラーはないかもわかんないけど、芝の時はより慎重にこう膨らみを持たせてボールに入っていった方がいいよという。おお、すごい。そういう稼頭の話から楽天行ったじゃない、はい、そしたらやっぱりさ、メジャーで打ってる時の感覚と日本で打つタイミングが違うんだよね。でたまたま会ってさ、で豊川さん、バッティングってどうやったらいいですかねって言うから、向こうは外ばっかりだからさ、はい、中心攻めてくるのが、うん、まあまあなんとかなるわけよ、はい、でも日本の場合ってこう散らされるじゃん、はい、体開かそうとして、うん、だからまあそういうバッティング談義とかしたことあるけどね、うん、でもね、本当にね、研究熱心だし、どこまでも貪欲な選手だったね。あの楽天時代に松井選手がこのもう外野しかやらないって決めたじゃないですか。外野やらず、あれは何かそういう自分の生きる道を外野で見出す、まあ現場的な構成だよね。まあいろんな選手を育てなきゃいけない。で松井稼頭央を生かすにはやっぱ外野のどっかを守ってほしい、はい、いうようなことだったんだと。どこでもできる選手だよ。一箇所からしたらどこでも一流になった選手だよ。まあ寂しいけど、本当にいい指導者になると思う。あの人柄はね、今後ね、はい、ライブの人生に期待したいと。そうですね。お疲れ様でした。それではぜひチャンネルでお待ちしております。お願いします。